にちは、きななです。ちょっと行ってみたいだけですが、急遽動画を回してます。今月はね、モダの新作デリバリーがない次だと思って油断してたら、今朝ね、いつもの佐賀のおっちゃんが運んできてくれました。来月7月のモダの新作いっぱい届きました。こんな風にね、届いた時はね、ビニール袋をかぶってます。届いたとこですね。そしてこのカインドレートっていうチャンパック、今月はね、チャンパック入れました。チャンパックはもう最近は本当にこれは可愛いって思うのしか入れなくなりました。チャンパックね、残ってるものもあって、やっぱりね、最初これはどうかなと思ったものは、この直感っていうのは当たるもんで、なかなか残ってます。露天舗じゃないからね、辛いんですよね、在庫を残すと。なので、これは絶対皆さん好きだろうなと思うのしか、 PP っていうこのチャンパックは入れないようにしてます。今月入ってます。まだ開封してないからね、後から全部ビニール袋を外して開封していきたいなと思います。モダの新作っていうのは、だいたい半月先のシーズンのものが出るのでね、今月もクリスマスのもの生まれてますが、私はクリスマスの作品も季節関係なく飾る人なので、可愛かったらすぐに作って飾り始めます。まあ、クリスマスカラーだけれども普段でも使えるような、こんなんを選んで仕入れてます。で、ここにね、見えてると思うんですけども、このね、パインバレーって先月入ってきたこの新作もやっと作り始めれるようになったから、これ出してきて作り始めようと思ってたのが昨日で、で、今朝これ届いたので、ちょっとまた後回しになるかなという感じですけども、これとこれ同じシリーズじゃないけどもぴったりくるから、これでね、2色でできるパターンっていうのをね、昨日作り始めてました。そしてこの赤が入ってるから、ちょっとこれ差し色に入れようかなと思ってたんですが、まあ先にご紹介を始めてます。じゃあちょっとこれをね、ビニール袋を外していこうかなと思います。ビニールを外しました。私も初見で感動しながら見ていこうかなと思います。画像では見てたんですけれども、生地として見るのはこれが初めてです。可愛いでしょ、このいちご柄、このピンクがね、淡くてすごく気に入ってます。このピンクがね、可愛いから、淡くて可愛くてこれにしました。で、黄色の土台のこのお花、何のお花かな、ちょっとお花に詳しくないから分かりませんが、この種類、そしてこれがチャンパック入ってます。英語がね、だんだん疎くなってきてますが、カインドレッドだから赤みたいなという意味だと思って思ってたんですけど、全然赤にはほど遠いので、違う意味かな。で、これちょっと開封してみましょうか。これが白地ですね。で、このピンクの地の色と同じこんな柄。これが色違う。次はクリスマス商品になりますが、オンダッシャー、これクリスマスカラーですけども、普段でも全然いけるので、私はそんな感じでクリスマスっぽいけれどもクリスマスではないみたいな、でもクリスマスだっていう感じの生地が好きです。この2色入れました。これもチャンパックも AB もなしで、この単語の2つ、オンダッシャー、斜め格子ですね。ネットで見てそのままの色合いで落ち着いてて好きです。だいたいここが 4.5 センチ、オーダー斜めで。そしてこれね、もう少し大きな柄かなと思ったら、結構小さいけれども、すごい使いやすそうな緑色、赤と緑のちっちゃな、これはもうすごく
相方としては最高に使いやすいやろなと思って、こういう風なセットで入れましたが、単独どちらも使えるなと思って、なんとも言えない落ち着いた赤ですね。鮮やかなグリーンだとね、クリスマスしか使えないけれども、このぐらいのねくすんだ赤とか緑もね、本当に使い勝手いいし、すごく楽しみだね。これがこのオンダッシャー2つ。最近はね本当に厳選して入れるようにしてます。前はね生地屋さんっぽくいろんな生地を並べたかった、ネットの中でですけど、という理由ですごいいろんなものを入れましたがね、やっぱりこれはちょっと使いにくいに違うんかなと思って、疑問に思いながら迷いながら入れたものは残ってます。全部完売っていうのは多いんですけどもね、残ってるのがやっぱり、ね、迷いながら仕入れたのは残ってるということで、最近はもうこれやと、もう直感に従ってもそれだけを仕入れるようにしてます。でこれはねクリスマスの商品です。あ、クリスマスキャロルですね。もうまさしく命名もクリスマスでもクリスマス以外でも使える、どれもこれもそんな柄にしてます。この白はね久しぶりに白入れましたが、この土台のねこの唐草模様みたいな、唐草模様っていうのこれなかなか白色ってネットで色の処理をしてもうまく出せないので、柔らかいクリーム色、きなりというのかな、真っ白ではないですね。これは絶対ドンピシャに真っ白だったり、ちょっと色が濃すぎたりして、合わせ方によったら白の色のせいですごく作品が地味になったりするっていうことがあるので、この白の地色ってすごい大事だって私は思ってるんですよね。そしてこの赤可愛いでしょ、クリスマスキャロルって感じで、これはもう絶対入れようと思ってました。 1.5センチぐらいのと、この雪の結晶ですが、まあ、全然赤のこのトーンがすごく可愛い。このオンダッシャーと比べたら分かるんですが、真っ赤でもない、ちょっとこの赤とは違う。そして真っ赤ではない、これをどれと比べてもこの赤はすごく個性的ですよね。それでいて落ち着いていて派手ではない、本当大好き。ネットで見てこれだって、予約販売の時にもこれだと思って迷わず入れました。迷わず入れるっていうのが最近すごい大事やなと、直感ですよね。これとこれがセット、また来月その次が前倒して倒して倒してきて感じですね。いつかね仕入れゼロの月が絶対やってくる。こんな感じでね、ちょっと私自身の鮮度、新しい生地を見た時に感動する鮮度は保てるように、毎日目にしてから撮るんではなくて、届いたその日に撮ってみようと思って